はい、皆さんこんにちは。 iPhone 12シリーズ使い始めてもう9ヶ月ぐらいね経ちますけども、で、まあ、この iPhone 12シリーズの一つの進化ポイントとして、まあ、マグセーフ充電っていうのがねあったと思うんですけども、まあ、それで、まあ、このマグセーフ充電、まあ、いろいろ私もねこう使ってきたアクセサリーも紹介してきましたけども、まあ、結果としてどうだったかっていうのをね、まあ、9ヶ月経ったところでね、再評価をしていきたいと思っています。はい、ということで、まあ、今現在 iPhone を充電する方法というと、まあ、大きく4つぐらいに分かれるのかなと思います。1つがね、まあ、この12シリーズから、ね、使えるようになったマグセーフ充電というね、まあ、マグネットでつけられるワイヤレス充電です。で、まあ、あとはねこの、まあ、マグセーフ的なこのマグネット式のモバイルバッテリーなんていうのもね出ていますし、あとは従来型の有線ライトニング接続のモバイルバッテリーですよね。それと一番これがねクラシックというか従来型の有線のライトニング充電でございます。はい、でまずはねマグセーフ充電どうだったかっていうところで、まあ、各種充電台とかもね出てきていまして、私も何点かね紹介していますけども、まあ、基本的には、まあ、チーワイヤレス充電の、まあ、アップデート版っていうね感じのイメージでいいんじゃないかと思います。で、まあ、確かにね、その改善点としては、このマグネット式になったおかげで、位置決めがしやすくなったってことでね、まあ、こうやって、背面のマグネットを使って、充電の位置がね、ピシッとね、決められるんですよね。でまあ、この背面充電は比較的寝てる間のルーチン的な感じの使い方の方多いと思うんですけど、まあ、この例えばね寝室なんかだと暗闇で位置を決めるのが楽になったり、まあ、このあたりはまあ有線とか従来型の中位充電よりはね全然快適ですよね。まあ、ルーチンで充電する方向きと言っていいんじゃないでしょうか。ただねこの Apple 純正のこの丸いやつについてはねちょっとこう、まあ、つけてる時はいいんだけどつけてない時の座りが悪かったりするんでね、まあ、そういう意味では何かしら、まあ、この充電台を買ってきてこうはめ込みタイプのやつをね使わなきゃいけないっていう、まあ、デメリットはちょっとねあるでしょうかね。で出力がね 15W 上限に上がったので、まあ、例えば iPhone 12 mini だとこの 3-in-1 ベルキンので1時間44分でフル充電で、このデュアル充電パッドってやつで1時間48分、まあ、ただね多少ばらつきもありまして、同じベルキンでも 2-in-1 のやつだとこれが2時間10分だったりねして、そしてまあ丸いやつ純正のマグセーフ充電器については2時間44分かかったりと、これ何回か測ったんですけどねこんな違いが出たりはしています。まあ、とはいえ充電台で比べた場合にはこちらが最大 15W、 こちらが最大 7.5W ですから、まあ、平均充電時間でもだいたいこれ3時間かかるのがまあ2時間ぐらいでね終わりますから、まあ、そういう意味ではまあ今から iPhone 12シリーズ用に購入するのであればこっちではなくてねやっぱりマグセーフタイプの方がいいんじゃないかとは思います。でまあ、デメリットとしては床なんかに置く場合にはどうしてもこのねケーブルがこう収まり悪かったりするんで、まあ、ここはまあ従来型の地位充電器とあんまり変わらない部分ですよね。で、まあ、あくまでもこういった机とかチェストとかの、まあ、この端っこに置いて、まあ、その下とかね裏側からケーブルを引っ張って使うもんなのかなっていう意味で、まあ、そういう意味ではね、まあ、この普通のライトニングだとこういう設置だと落っこちる場合がありますけども、まあ、それがないというのがねメリットなんですけど、まあ、ただまあこの有線のライトニングについてもね、まあ、こういったまあマグネットの固定台みたいのがまあアンカーなんかから出ていますから、まあ、こういうのを使うと、まあ、その点もカバーできたりはするというのはねあるでしょうかね。まあ、てなわけでねこの、まあ、有線の従来型のライトニング充電と比べた場合ですけども、まあ、最近はねもうこの根元が USB Type-C になりまして、これがパワーデリバリーっていって高速充電に対応したんで、まあ、30分でね 50% いったり1時間で 80% いったりするのを考えると、まあ、まだまだこの有線の充電の方もね活躍の場があって、まあ、結構当てになるのかななんてね思いますよね。でまあ、特にねこの丸い純正のマグセーフ充電器については、
まあ、ちょっとなんかね、このライトニングケーブルと使い勝手があんまり変わんない部分もあったりするし、まあ、何度も測り直したんですけど、充電時間があんまり早くならないなんていうのもありまして、まあ、なんでね、これはあんまおすすめしないです。で特にね、この、ああ、充電忘れてた、急がなきゃ、外出まで1時間しかないなんていう時にはね、やっぱりライトニングで1時間で 80% いきますから、まあ、そういう使い方ではね、やっぱり当てになるのはまだまだライトニング充電だななんていうね、感じはいたしますよね。で、まあマグセーフの良さっていうのは、まあ充電という面もありますけど、それ以上にね、こういったマグネット吸着のアクセサリーがね、結構いろいろあるというね、ことで、まあこの純正のレザーウォレットを皮切りにですね、まあこの iPhone 内に入らないカード類を入れたり、あとはね、この固定台になったりね、スタンドになったりするとかね、片手持ちの補助具がついたりとか、まあそういった面がね、やっぱ貢献度としては非常に高いのかななんてね、思いますよね。まあそういう意味ではね、こういった、まあ、リングが取り外し自由でつけられたりとかするっていう点はね、まあ今後もちょっとね、期待していきたい分野ではあります。はい、それでまあマグセーフ対応というか、マグセーフのマグネットを使ったモバイルバッテリーも出ていましたが、どうだったんでしょうか。で、まあ私はまあレビューしたものしてないものも含めて、まあ3つほど試したんですけどね。で、これアンカーは 5000mAh のやつですね。まあこれ割と収まりいいんですけども、あとはね CIO というスタンド付きのやつ。まあこれは平べったい感じ。これも 5000mAh。で、これベルキンのはこれ 2500mAh ということで、まあ比較的軽めなやつなんですけど、で、まあこのね、マグセーフタイプのモバイルバッテリー、まあ試してみて思ったのはですね、まあやっぱりまだまだこれだっていうのがまあ見つからないっていうね、状況なんですね。はい、で、まあ CIO って最初に紹介したやつ 5000mAh で、これはね 15W 出るというね、まあマグセーフの、ワット数が出ちゃうやつなんですけど、これが30分で 34% ぐらい充電できて、でフル充電については2時間9分ですね、 iPhone 12 mini で。なんですけども、まあマグネット式の充電のまあ残念なポイントとしてはですね、これ 2508mAh ぐらい分しか充電できないんですよね。だから 5000mAh あるんですけど、使用可能容量はだいたい 50.2% と、まあ、結構ロスの多い、まあ、充電の仕方に、ね、なってるんですよね。まあ、それに加えてこの CIO のやつはね、ちょっと、品質に問題がありましてね、なんかここの部分がねバカって外れてきたりしちゃったりしたんで、もう私はこれね使うのをやめてしまってるんですね。で、対してね、アンカーについては、これも 5000mAh なんですけど、これ 5W なんですよね、出力が。なんで、まあ30分で 23% しか充電できないというね、まあ非常に遅いもので、で、結局、フル充電で言うと iPhone 12 mini で2時間40分かかっちゃうってことでね、まあちょっとなんかね、現実的じゃないなってところで、で、まあ、使用可能の容量についても、これは 2733mAh ぐらい、まあ、計算で出てきたんで、で、これもね、ロスが多くて、まあ、54.7% ぐらいにとどまっていますね。まあ、そんなんでね、なんかこういう、じゃあ、モバイルバッテリーって言ったら、やっぱ結構、ほら、出先で緊急というかね、かなり減っちゃったんで充電すること多いじゃないですか。なんかそういう意味ではね、パワーデリバリーで、早いやつを使って有線でやった方が、まあ、例えばね30分で 50% ぐらいいきますからね、まあ短いケーブルでねこうやってつないで、まあこれで持っても30分ぐらいだったらね、その方が効率いいのかなと思います。まあ1時間でね 80% いきますからね。で、有線の場合にはワイヤレス充電と比べてロス率も低いのでね、まあこういった同じ 5000mAh のモバイルバッテリーでもですね、これはライトニング内蔵のやつ、これなんかでもね、だいたい 5000mAh のうち、まあ、6、7割ぐらいはね充電できるんで、まあ、やっぱモバイルについては特にね、まだまだ有線の方が私はいいんじゃないかと思います。まあ、これをね、この2時間とかねずっとつけ続ける気になるのかっていうと、まあ結局重量増にねつながるだけなんで、あんまりいいと私は思えなかったですね。はい、というわけでまとめますと、まあ、こちらマグセーフについては、まあ、こういった充電台を中心に、
まあ、やはりねこう据え置きで、まあ、机とかチェストとかの、まあ、端っこに置くとね結構、まあ、ケーブルが邪魔にならなくて収まりがいいということで、まあ、やっぱりねこのルーティン的に、まあ、夜充電したりねするとかっていう人にね向いているのかなというねところですよね。で、まあ、出力についてもねこの従来型の地充電よりはね明らかに上がっていて充電速度もね速いので、まあ、そういう意味ではねこれから買う方にとってはねいいんじゃないかとは思います。まあ、ものによってはね、1時間40分台でフル充電終わったりしますけども、まあ、ただね、やっぱり本当に充電忘れで急ぎの時なんかについてはね、このライトニングの充電の方が、まあ、まだね、頼りになったりするという面もありますよね。で、まあ、そのことが特に色濃く出たのはモバイルバッテリーの方でしょうかね。まあ、このアンカーの、まあ、安心できるものでも、まあ、このように 5W しか寝れないんで、結構重量増になるんでね、まあ、これを2時間とかつけるんであれば、もうサクッとね、まあ、こっちの優先タイプで30分1時間やった方がいいのかななんていうふうにはね思いますけどね。まあ私は自宅ではマグセーフ併用、モバイルバッテリーは優先だけでいこうと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。